3月29日から開幕したフォーミュラ E の東京 E プリに参戦するストフェルバンドーン、リーエスペンスキーは、ついに日本でレースをできることを楽しみにしており、良い結果を出したいと語った。ギャラリー、日産のガレージへご案内、フォーミュラ E 東京 E プリを戦う前線基地、かつてマクラーレン・ホンダから F1 にも参戦していたバンドーン。 2021から2022シーズンにはフォーミュラ E チャンピオンに輝き、今シーズンは D ・エスペンスキーから参戦している。フォーミュラ E は今週末、日本、東京で初めての開催を迎えているが、久しぶりに日本で走ることになったバンドーンも初の東京 E プリを楽しみにしていると語った。もうすぐ走行が始まるけど、ワクワクしているよ、知っての通りようやくフォーミュラ E が東京にやってきた。 これを実現することはみんなにとって素晴らしいブーストになるだろう。日本は巨大なマーケットだし、モータースポーツファンはとても情熱的だ。だからとてもエキサイティングなイベントになるだろう、バンドーンはそう語った。そしてレースへの期待を次のように続けた。日本で良い結果を残したいね。表彰台でフィニッシュできたら最高だろう。僕らのチームは普段から新しいサーキットでうまくやれているから。 今回もそうやって、今シーズン序盤の勢いをキープしていければいいね。なお、東京 E プリ開幕直前に、日本のヤマハ発動機がローラカーズと技術提携を結び、来シーズンからフォーミュラ E へ参戦することが決まった。バンドーンはヤマハの参戦を、いい知らせだ、とフォーミュラ E にとって新たなメーカーが加わることを歓迎した。そして日本のスーパーフォーミュラ、そしてマクラーレンホンダの F1 時代を振り返って、 日本企業と働くことは自らにとってもいい経験だったと語った。あれは僕にとっていい経験だったよ。スーパーフォーミュラで2016年にレースをして、それからマクラーレン・ホンダと F1 を戦った。確かに少し厳しい時期だったけれど、素晴らしい経験だった。彼らは進歩し、今では F1 を何度も制している。間違いなくモータースポーツにおける支配的な存在の一つになっているよ。